タロ散歩チャンネル。さて、松本駅に到着したんですけど、今度は間髪入れずに5番線のこれですね。駅はもうスルーしてこっちの方にすぐ乗っちゃいます。小淵沢行きに乗っちゃいます。小淵沢駅に到着しました。ちなみに小淵沢の名物は駅弁ですというふうに自称してるんですけれども、駅弁ビール類つまみ。今日はお休みですね。まあお休みというか、コロナ対策で当面の間お休みさせてくださいというふうに書いてます。
店、お土産、お弁当などをお探しの方は駅舎1階にあります正一本店をご利用くださいということだそうですけども、今日富士山がよく見えますが、ちょっと上の方に雲かぶってますけれども、でも全然よく見えます。小淵沢の駅前はこんなに山が周りにそびえ立っていまして、すごいですね。さっきも富士山がよく見えたんですけど、上の階からは。ここからも富士山は見えますでしょうかね。ちょっと建物の隙間からですけれども、こんな風に富士山もよく見えます。やっぱり上の階に登った方がくっきりはっきり見えますけどね。でですね、十数分後の列車に乗ってもまた今度は、高尾まで行きますけれども、まあ駅弁ここに売ってるっていうんで、まあ、見てきたんですけども、大体のものが売り切れてましたね。駅ピアノとかそんなのもやってるみたいですけども、時間がこれが、9時から19時、今日やってるのかな、そもそも。だから正月はごめんなさいみたいなのがあるけど、だからこれ引きたい方がいたら9時から19時の間までならどうぞということでやってるようでございます。もう随分おしゃれな木目調のピアノですよね。こんな駅ピアノの感想ノートっていうのもありますね。あのどっかの田舎の駅ノートよりは随分平和な時間が流れてますけれども、こちらには先ほどの丸政さんというお店が経営している駅そば屋さんもありますね。こっちの方には展望台がありまして、八ヶ岳、貝駒ヶ岳、富士山等が見えます。もう見るしかないじゃないですか。ただ私の悪いところはね、富士山以外の山の名前が分かんないってとこなんですよ。多分これが形的に駒ヶ岳ってやつでしょうかね。貝駒ヶ岳、この山も特徴的ですけれども、多分これがなんとかさんですよね。で、まあ、これはさすがにわかります。富士山、まあ、富士山の面白いところはあれですよ、あの3つのプレートがぶつかったその三重点のところにあるのが富士山だっていうところなんですよね。伊豆半島のフィリピン海プレートと、それから太平洋プレート、そして、まあ、東日本北海道があの属する北アメリカプレート、この3つのプレートの境目にあるのがこの富士山で、要するに3つぶつかったところが盛り上がってこういう富士山の形の山になったっていう、まあそういうことなんですけどね。まあぶつかったところに、まあマグマが溜まって、そして、まあ、火山になったというのもありますけれども、まあでもこんな風にそうちょうどいい感じに山が四方にを取り囲むようにして存在していて、それをちょうど程よく見ることができるっていうのがこの小淵沢駅のいいところかもわかんないです。そしてここにはなんかダジャレあのシャレの効いた名前のお店がありますけど、お弁当の丸政元気会、あとこの元気会って弁当は売ってました。ただね、結構高い、1700いくらぐらいしたんですよ。さすがにね、ちょっとね、お弁当2000円ぐらい使うのはまあちょっと微妙なんでね、安い900いくらってあったんですけど、でも900いくらだからどうしようかなってちょっと迷ったんですけど、なんかもうちょっとなんかね、駅弁も1000円ちょっとぐらいしても、まあ気兼ねなく買って食べれるぐらいのやっぱり収益は得たいなという感じです。まだまだ修行が足りません。私ももっと頑張ってたくさんお金を稼ぎたいもんですね。じゃあそろそろ並んどかないとまた席の取り合いになりそうなんで、いやちょっと名残惜しいですけどね、とっても天気もいいし、こんな風にね、あ、八ヶ岳かな、八ヶ岳とかありますけども、そうだ、多分なんですけど貝駒ヶ岳、そして八ヶ岳、そして富士山みたいな、そんな感じでしょうかね。まあでもちょっと名残惜しいんで、もう下の方に降りたいと思います。出発10分前ですね。電車はまだホームに入ってないっぽいですけれども、まあ、いずれ入ってくるでしょう。よろしくお願いします。はい、まあ一応座れるっちゃ座れるんで、座っちゃいましょうかね。
今回も動画をご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、ブログサイト、タロ散歩&雑学カフェもやっていますので、ぜひ登録してください。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。通知もオンにしてね。